ごい、こんなじゃマクドナルドとかが。これどういうことなんですかね。なんか西側橋公の。セキュリティが話した。さっきこれ言うなに。まあなんか最近ずっとね、三条機で。掃除をね始めたんですけども、日に日にやはりゴミが増えたかなと思いますね。まあ、別にゴミを拾わなくていいんじゃねみたいな感じはあるかもしれないんですけど、やはりあのまあ人災というかね、YouTube やってる以上どうしてもね。取っておきたいなというか、依頼がね、ご依頼でまあ言ってる部分もあるんですけども、いやでもまあね、この、明日かラストは明日で、休業要請が始まるんで、またちょっと変わってくるかなっていうのはありますね。まあ今日は、まあ、土曜日からの日曜日なんで、人は多いかなと思うんですけども、まあね、行き場を失ったような感じの人が多いですね。はい。で、毎度毎度のことなんですけどね、このエリアはやっぱり多いかなと。頑張ってゴミ拾いいたします。すごい、わけですよ。うわ、エナジードリンク、牛丼、あんまりね、この辺とかエリアではこういう瓶系は見なかったんですけどね、見るようになりました。短時間で結構ね、酒瓶が、お酒の瓶、お酒の缶、はい、もうすごい、こんなじゃマクドナルドとかが多いね、やっぱり。やっぱ確実にお酒の瓶が増えてきてる感じ。マクドナルド、で路面電車のね、線路のここにこんな酒がね、まだ入ってますよ、結構重みがね。
したらね、これレールに挟まってね、脱線みたいなあり得るかもしれないですね。遊んでたんですよね。明らかにあのマスクをしてない人がほとんどという、あのコロナじゃないというか、そんななんか平和な世界を感じますね。公園来ました。ここにはうなめかな、やっぱり今日はちょっと少ないね。でも多分お店に行ってる人多いのかな、土曜日だし。そんなになんか酒瓶があるっていうわけじゃなくて、でも駅前周辺がお酒の瓶が多いかなと。やっぱりね、あの、まあ、クラブとかね、勢いづけで、まあ、飲んで飲み屋街に行くというような感じになって、まあ今日はちょっとね、夜は寒いような感じだったので、みんな中に入るのと、あの、なんだろうな、もう明日でラストなんで、休業要請が。だからもう最後の、最後というか、お店に、お店から楽しそうな声が聞こえたりとか、まあ、ね、牛丼屋さんとか見たんですけども、結構ね、人がいっぱいでしたね。やっぱりあの、飲んでから、お酒飲んで、楽しんで、そこから締めで飲んでるのかなと思いますね。まあでも今日は、まあ日曜日の朝、少なめかなと。まあ、飲む場所が結構ね、週末なんであるかなとは思うんですけども。よいしょ。5時43分です。ねえ、これ、飲んで、今日一日乗り切ります。ゴールデンハンマー、めちゃめちゃでかいね。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ、登録お願いします。すいません。失礼しました。この動画をいいと思ったら、グッドボタン。ありがとうございます。はい、どうも。